そうそうです。今日はこのメンバー3人に来ていただきました。この3人ですね、ちょっと絵描いてもらおうと思って。この3人絵下手くそなんですよ。ほんと絵下手くそなんでね。ちょっと自信ないでしょ。だって何言ってんの。じゃあちょっと今日せっかくねスケッチブックとペン用意したんで、お題を出して絵を描いていただこうかなと思いますが、ちょっとねもう一発目なんで、ちょっと簡単なお題から出していこうかなって。準備いいですか。いいですよ。では第1問、大仏。うわ、ほう、マジか。カンニング禁止ですよ。どうすか。もういい感じっす。もういい感じっすか。イメージがしっかりできてる。できてます。はい。ミカちゃんどうすか。なんとなく。どうすか、スイちゃん。なんとなく。なんとなく全員微妙やん。まあ、表情を見てる限りは画伯感はユウイチさんが圧倒的にあるんですけどね。圧倒的勝利の自信です。できました。できました。圧倒的勝利の自信。圧倒的勝利ですか。はい。あら、かなりリアルに描いちゃったんで。で、君たちちょっと遅いかな。できた。あ、できた。お、できた。じゃあそれではユウイチ画伯の方から。はい、いいですか。よろしいですか。はい。せーの、はい。あー、コメントしがたい大仏ですね、これ。いや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 、ちょっとこんな二重でした。これ寝不足気味な目してますけど。あの大仏様の特徴はこの頭のね、はい、あ、まあまあそうですよね。これと耳が吹く耳、はいはいはい、はい、で案外装飾品がついてる。確かに案外。確かに。鼻がシュッとしてる。目は眠たい目をしてる。目開いてましたっけ、うん。で、このね、後ろにちゃんと炎みたいな、これ木彫りなんだよ。あで、この雲みたいな感じ、うん、うん、雲、うん、で、ちょっとこういう、うん、左手は、左手はこうっすか。これ何の手なんですか、この右手は。これは、はい、私は、うん、はい、お前らを手のひらの上で転がしてるぞ。あー、そういうことですね。左手は、左手はリラックス。リラックス。はい、ということで、ミカちゃんの大仏でございます。せーの、どうぞ。じゃーん。あれ、どう。これ、手どうなってんすか、これ。手はこうと。これは多分、あ、こういう感じになってんじゃないですか。どういうことっすか、それ。あ、でも上手。こっちよりは俺、いや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 、比べると結構この辺の全体像がいいかもしれない。ああ、そうっすよね、うん、このあぐらをわざとこうごまかしてる感じ。これはちょっと一歩リードかなと思います。こっちちょっと違うっすよね、これね。こういう人新宿2丁目にいますもんね。いや、まあまあいい、いいでしょう。じゃあね、最後。あ、自信がなくなってきた。だいぶ困難でしたよ。え、屋根を感じますよ。じゃあ、スイちゃんの大仏をどうぞ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、こういう人いるよね。あの絵をさ、こう大仏一本で勝負せず、こう雰囲気を出すために家とかこう城を描いちゃう人。すいません、これ打ったっす。ポイントはどこですか。まず頭のくるくると、頭のくるくる、あとこのおでこ、おでこ、あちょっと前髪長すぎますもんね、だってね。僕、まあ、僕一番絵心チャンピオンなんで、僕が決めさせていただきますけどもね。まあ、この3つだったら、まあ、もう僕の独断と偏見で言っていいですかね。いいですよ。全部下手くそだよ、こんな。ああ、全部下手くそだろ、こんな。こんな大仏じゃねえわ。よく見ろよ。どれも大仏じゃないですよ。よく見ろよ。これをね、はい、それぞれの、はい、いいとこを取って、はい、あ、本当だ。こうしてやると、案外輪郭繋がっちゃってる。はい、繋がっちゃいます。すごいっすね。案外繋がってる。こんなことあるんですか、これ。まあまあ、3人の力合わせて、まあまあ。まあまあ、ギリギリってとこですかね。まあ、引き分けですね。まあ、引き分けということは、皆さんもこれと同レベルってことですね。はい、ということでね、第2問でございます。ニホンザル。そう、簡単です。それではスタート。さあ、ニホンザル描き始めましたね。やっぱ相変わらずこう描いてる姿はこう、ユウイチガールって感じと、漫画家のアシスタントと高校の授業中ですね、完全にね。動画っていうものの媒体を一切意識しない、このもう全く顔見せない感じ、わかりますよ、このもう下向いて真剣。二人はね、ちゃんとね、顔を見せてこう悩んでる顔とかこうしっかり見せてね、
日本猿描いて頑張って、あ、これ難しいな、ここどうだったっけなっていう表情をしっかり豊かにこちらに表現してくださるんですけど、こっち全くしないですからね、全くしねえの、頭頂部しか映ってないですから。できました。できました。早いですね。早い、早い。圧倒的勝利を確信してます。圧倒的勝利ですか。こんな短い時間で圧倒的勝利ですか。っていうか、こう時間かかるのもなんかちょっとどうかなと思うんですよね。もうすぐこう自分が頭に浮かんだものを即具現化できる力、そういうのミュージシャンにとって必要だと思うんですけど、ね、まあ確かにそうですね。やっぱりまだ青い部分って感じですよね。お、早い。どうできました。バッチリ。バッチリ。あ、やっとできましたね。自信はどうですか。ないです。じゃあ行きたいと思います。ゆういち画伯から。はい、我ながら完璧に仕上がったと思います。それではオープン。ちょっと待ってくださいね。さっきの 大仏出せます。同じ顔じゃないですか、これ。大仏とニュアンスは一緒っすよね。こんな目キラキラしてましたっけ。してるしてる。だって結構高青年ですよ。めっちゃ黒目がちだからね。めっちゃイケメンっすよ。ちょっとほらお腹のね、色、毛の色が違うと思う。はいはいはい、乳首を乗せて、姿勢もいいっすね。はい、そこだわ。姿勢だよね。猿ってこうなってるじゃないですか、はい、こう行動するじゃないですか、はい、でも日本猿って年々腰が伸びてきてるんですよ。そうなんですか。はい、それを表現してみました。そうなんですか、はい、にしてもじゃないですか。多分僕よりも姿勢いいですよ、これ、はい、要はこういう状態です。最終進化ってことですか、はい、今後の日本猿ってことですか。そう、未来の日本猿を描いてくれたんですね、はい、もう胸張ってもん、ね、胸張ってますよね。どの口が自信あるって言ったんですか、日本猿。え。じゃあ次はミカ画伯の日本猿、どうぞオープン。じゃーん。顔どこ。待って、顔どこ。顔どこ。あ、顔あったあったあった。顔、これは日本猿を、はい、なんかあ、やっぱこう温泉に入って、まあそんなシーンありますよね。あ、ありますよね。こっちより日本猿っぽい。どっちが霊長類かって言ったらこっち。まあまあそうですけど、こっちちょっとさ、顔の大きさに対してもうアフロ状態で。まあ確かに。じゃあミカ画伯でした。ありがとう。まあでも可愛らしいですね。ですね。お待ちかねです。スイ画伯、じゃあスイ画伯の日本猿、はい、オープン。はちょっと待って、ウーマ新種トイプードルと田舎のおじいちゃんが合体したみたいな顔しますけど、僕は個人的に、はい、あの地球外生命体ですよね、はい、でもちょっとゆういちさんのやつに似てません。いえ、あの全く違います。あの、なぜ僕はこれが地球外生命体に見るかというと、はい、毛がないんです。確かに一切ないです。確かに一本もないですね。下手くそだったんだな。そうなんです、初めて知りましたね、うん、これはちょっとゆういちさんの勝利ですかね。でしょうね。圧倒的勝利、ありがとうございます。はい、じゃあね、ゆういちさん1点リードということで最終問題にしましょうかね。じゃあ最終問題なんで、あの勝った人2ポイント差し上げましょうかね。じゃあ最後のお題発表したいと思います。競馬が好きなんで、ジョッキーが乗った競走馬。じゃあそれではスタート。最後なんでね、まあ、僕得意なんで、あのいつもね毎週競馬見てるし、競馬が好きな人間としてジョッキーが乗ってる競走馬書くの超得意です。簡単っす、こんなの。こんなのね、マジ簡単っすから。書けますよね、ゆうさん。口ばっかりじゃないの、さっきから。いやいや、そんなことないですから。なんか言うのは簡単だけどさ、はい、できるの。いや、全然できますよ、こんな簡単ですよ。スイちゃんどうすか。まあ、一番いい、今までの場合は。あ、一番いい、うん、まあ、それそうだな。日本猿の後だからね。ゆういちさんどうすか。圧倒的です。圧倒的。あの日本猿を描いといて圧倒的ですか。圧倒的です。あの目がキラキラな、はい、前髪長めの大仏からの、目がキラキラした背筋のいい日本猿からの圧倒的な競走馬。いやいや、50歳だな、ほんといけんのかな、ほんと。自分描いてないくせに何言ってんの。僕が描く必要ないでしょ。じゃあね、ゆういち画伯から、はい、圧倒的クオリティでお届けしたいと思います。はい、どうぞ。すごい、すごい、マジですごいっすね。これはうまいよ。ちょっと待って、マジでうまいっすね。うまい。ただまあ、ジョッキーが前傾姿勢じゃないのもちょっとうなずけないし、いや、ゴールの形も違う。いや、うるさいな。こう持って
このあのあこの瞬間、あーその瞬間さっきから姿勢いい方が好きなんですね。そうそう、あーな、いいことです、いいことです、いいことです。じゃあ美香画伯の競走馬オープン。ちょっと待って、歩いてんじゃん、まず。あーでもマザー牧場のポニーじゃん、完全に。しかも人間のこのか体の角度なんぞ、これ途中からよく分かる。これ日本だろじゃないですか、これ上乗ってんの。この辺適当すぎじゃね。いや、マジでやばいっすね。諦めてるよね。諦めてますね。これが良すぎたんで、圧倒的すぎたんで、これはじゃあ最後、はい、じゃあ水画伯からの、はい、競走馬、はい、オープン。はい、ドローンで撮影してるのかな。まあでもなんかこう、あ、必死さはね、ゆういちさんのより全然伝わりますね、これ。結構汗かいてるし、汗かいてるもんね。こいつなんかもう、だって往年のジョッキー感ありますもん。往年ですよ。なんか知ってレース感もあるかも。うん、レース感はやっぱりこっちの方があるな、やっぱり。やっぱいや、ちょっと待って、スイ画伯いいな、これ、これいいな、俺こっちの方が好きだな。いや、どう見ても俺の圧倒的だろ。圧倒的じゃん、俺。どう思うこれ。いや、うんじゃなくてさ。いや、でもなんか調子乗ってますよね、この絵。なんか俺うまいぜみたいな、うん、ね、こっちの方がこう絵心っていう部分に関しては圧倒的にあるかなと。いや、俺うまいぜっていうことに文句言わないでください。うまく描くゲームですか。まあまあまあ、これはそうだな、まあ同時一着かな。やった、これは。これはちょっとやりすぎっす。やった、ちょっと絵っていうよりも。じゃあおかしいだろ。俺が圧倒的だって。若干なんかブーブー言ってっけどさ、はい、自分書けんの。僕書けますよ。書けんの。はい、書けますよ。ちょっと書いてみる。いや、書かないです、今日は書かないです。いや、いいから、それだと納得いかないよ。バーだこうだ言ってけど、自分、あ、自分書けますよ、書かないけどとか、おかしくね。納得いかないっすよね。俺書いたらだって面白くないっすよ。いや、いいから、ちょっとマジで書くんですよ、俺。いや、いいから、ほらほら、痛い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 。さあ、ということでね、私も書くことになってしまいました。いる俺、いらなくない。いや、散々あれだけ言っといたんだから、結果で示してほしいです。いや、まあまあ余裕だから、あんな変な馬書かねえし、まず余裕っすよ、見ててください。ユイさん、うまいもんだって。俺もネットに上げられないんだって、これは本当に。いきまーす、はい、せーの。みんな、ここまで見てくれて本当ありがとう。チャンネル登録、本当によろしくお願いいたします。僕にやってほしいことがあったら、何でも連絡ちょうだいね。それではまた会いましょう。バイバイ。にー。